はい、ということで今日も元気よくしながら勉強やっていきましょう。今日はエミシとエゾの違いって何、アイヌっていうことについてやっていきたいと思います。それでは結論から見ていきたいと思います。エミシは平安時代の、東北地方の人々になります。エゾっていうのは、それ以降の時代に北海道に住んでいるアイヌ人のことを言います。それでは具体的に見ていきたいと思います。まずエミシっていう言葉自体は奈良時代とか平安時代の言葉なんですね。当時の日本の中心っていうのは、基本的には、九州から近畿とか中部あたりで、関東とかそれ以降のところっていうのは、また日本とはちょっと別のところというか、日本の勢力が行き渡らないところだったんですね。で、そしてそのあたりに住んでいる、特に東北地方とかに住んでいる人たちっていうのは、日本の中心である当時は大和政権ですね。何々幕府とかはないので、大和政権に従わない人たちが東北地方にいました。で、その遠くの地域に住む大和政権に従わない人、これの人たちをエミシというふうに言っていました。まあ、出来事としては、ちょうど平安時代の、桓武天皇の時代ですね、アテルイっていう人がその、エミシの、有力な人物としていました。で、その、アテルイっていうのを討伐していくために桓武天皇が坂上の田村麻呂を征夷大将軍にして、そこに派遣したっていうのが、エミシとの、出来事になっていきます。はい、それでは続いてエゾですね。エゾとかエゾ地ですね。で、このエゾとかエゾ地っていう言葉は、鎌倉時代とか、鎌倉時代以降に、使われるようになった言葉になります。この鎌倉時代っていうのは、鎌倉幕府によって全国支配が広がっていくことになります。今まで平安時代とか、奈良時代っていうのは、どっちかというと西日本が中心だったんですけど、鎌倉幕府って鎌倉自体が、関東にあるので、全国的に、東北地方も支配するようになっていきます。なので、この時代、東北地方のエミシっていう人たちも、鎌倉幕府に従うようになりました。ただし、北海道、現在の北海道については、幕府の勢力が届かない地域、になっていました。で、その北海道に住む、人々、つまり北海道に住むアイヌ人のことを、エゾというふうに言っていました。で、エゾの人々が住む地域を、エゾ地というふうに名付けました。出来事としては、コシャマインの戦い、シャクシャインの戦い、松前藩との貿易っていうところが挙げられます。で、このエゾ地っていうのは、明治時代にエゾ地から北海道に変えられたよっていうところも、ポイントになっていきます。はい、ということで今日は、エミシとエゾの違いって何、アイヌって何ってことについてやっていきました。エミシっていうのは、奈良時代とか平安時代の言葉で、大和政権に従わない人をエミシと言っていました。で、鎌倉時代になって、東北地方も勢力圏になってくると、次エゾという言葉が出てきます。エゾっていうのは鎌倉時代以降の言葉で、北海道に住むアイヌ人のことをエゾと呼んで、そのエゾが住んでいる地域、北海道、今現在でいう北海道をエゾ地というふうに言っていましたということになっていきます。